高津警察署高津警察署は神奈川県警察が管轄する警察署の一つである。川崎市警察ブレーカー第三方面に属する中規模警察署であり署長は警視が担当する。識別署所,所属表示は SE。庁舎は東急田園都市線大井町線高津駅の目の前に立つ。館内居住人口およそ23万人。管轄区域内には 国道246号や国道409号、中原街道等多くの主要幹線道路が集中し、交通事案が多くなっている。また特に、JR 南部線の武蔵溝の口駅と東急田園都市線、大井町線の溝の口駅前周辺から高津駅に至るまでの地域は、古くからの商店街に加えて、遊戯施設が増え、多くの居酒屋等も存在するため、 街頭犯罪対発地域となっている。管轄区域内に朝鮮学校が存在する。毎年夏季には玉川花火大会や高津区面祭等が開催され、多くの人出があることから、書院総出で警備に当たる。管轄区域北側が東京都世田谷区と隣接していることから、しばしば警視庁玉川警察署と相互の緊急配備や事件手配がなされ、 その訓練も行われている。署員数200名以上、神奈川県警察の組織に関する規則を参考にした。ありがとうございます。